柳井さんはあの実際はすごい厳しい経営者として知られていると思うんですでもそれは本当の柳井さんの姿ではなく頑張って演じている経営者柳井正の姿なんだとご自宅にはい、はい、あのお邪魔をしたことがありまして今後どうやって経営人材を育成していこうかっていう結構あのディープで重たいテーマをあのご自宅で話す機会があったんですねでその時にお孫さんが入ってきてしまった時があって、うんうん、でその時に一瞬でそのお孫さんにとっての優しいおじいちゃん に戻ったんですね、はあ、でもその後また経営者やない正しにないにるわけです根、はあ、っから経営者性格のすごくカリスマ性のある方がああだったらここまで驚かなかったしここまであの方に惹かれなかったと思うんですけど本来は内気で自分なんて経営者には向いていない内向的な性格なんだと自らおっしゃられるああいう方が日本を代表する世界を代表する経営者になってるわけじゃないですかそれを演じているわけですね。